本院の議決が国会の議決となりました。先月末に成立した補正予算、もう国民生活のさまざまな場面で生かされ始めています。例えば、菅さんがよく言っている重点的な分野での雇用創出って、具体的にどんな予算で実現するんですか？なぜ介護が受けたい人がいるのに介護サービスが出てこないか、それは介護に携わる人の給与があまりにも低いからだと。そこで介護などの成長分野で雇い入れる事業主を支援、その額を1000億円拡大。新卒予定の若者たちの就職がなかなか決まりません。今すぐ何とかしないと。新卒者就活応援プログラムに501億円、新卒者の相談に直接乗るジョブサポーターやキャリアカウンセラーの人数を倍増、求職側と企業側が出会うマッチングの場作り、新卒応援ハローワークの全都道府県への設置、直ちに役立つ施策が次々に今実施に移されています。卒業後何年か経っている若者たちは新卒者以上に就職口がありません。既卒者を採用しやすくするために試し雇用の期間を作って入り口の敷居を低くする、そんな事業主にはトライアル雇用奨励金、その他にも各種の奨励金で採用を後押しします。貧困で日々の暮らしにも困っている人たちに今すぐ届く支援を。 NPO などと共同した総合相談、一時的な宿泊施設の借り上げなど、機動的な絆再生事業に100億円。この名称には総理も思い入れがあります。例えば失業という状態は単に職を失うんではなくて、家族からもそのある種見放されるといったような、人間と人間の関係そのものをそのズタズタにこの切られてしまう、どうやってもう一回こうその絆をつなぎ合っていくかということが、安心できる社会のやっぱり一番の大きな要素じゃないですかね。それで急場はしのげても、雇用保険をもらえない人は次の仕事を得るための職業訓練も受ける余裕がありません。訓練の提供とその間の生活給付までセットにした緊急人材育成支援事業、1000億円かけて延長します。保育サービスの整備は進むんですか？児童虐待の防止対策は？それらに取り組む安心子ども基金を1000億円積み増します。では高齢者の安心は？住み慣れた地元で暮らし続けられる社会になりますか？何かあった時には人がすぐ家族に代わって駆けつけてくれる、そういうその人間と人間の関係をですね、もう一回そのどういう形でそのつながりを改めて新しいもの時代に作り出していくか。地域密着型サービスの基盤整備、日常的な支え合い活動の体制づくりに502億円、きめ細かいところでは介護職員などが医療的ケアを行える体制を700箇所で整備、24時間の巡回訪問サービスのモデル事業を30箇所で開始、これらに合わせて4億円。女性の健康を見守る仕組みは？新型インフルエンザへの備えもしてますか？妊婦健診支援基金を強化、112億円。今まで年5回だった無料健康診断が14回に。また子宮頸がんのワクチン接種無料化や新型インフルエンザ対策などにも1200億円を投入します。地域の活性化って掛け声はよく聞きますが、実際に使える予算は？画期的な交付金が新しくできました。住民生活に光を注ぐ交付金1000億円、地方消費者行政や DV 自殺予防などの弱者対策、自立支援などに使えます。もう一つ、その名もきめ細かな交付金2500億円。例えば観光地の美観を損ねる電線を地中に移す工事など、地域ごとの活性化対策のニーズに応じて使えます。近頃異常気象が気になります。災害に強い町にしなければ。防災対策推進費1403億円、ゲリラ豪雨対策などを進めます。この他にも様々な財政支出総額で補正予算は5兆円余り、規制改革なども合わせた効果は50万人近い雇用確保と GDP 約 0.6% アップが見込まれます。そして
さて、いよいよこれから年末年始にかけてのことであります。まずこれからやらなければいけないのは言うまでもありません。来年度の予算の編成であります。まあ、今、山で言えば7合目から8合目に差し掛かって、いよいよ大きな重要な課題を順次決めていかなければならない段階に入っております。今月下旬の閣議決定を目指して予算編成作業は今急ピッチで進行中です。